どうもしゅんです。こんにちは。皆さんにちょっとでも関係ある人について語るシリーズです。会ってなくてもいいっていうところで、今回 DMM の亀山会長についてお聞きしたいなと思ってるんですけど、すごいよね。売上約3000億ぐらいで、石川県出身なんですよ。僕も石川県出身で、オフィスこう青山移転して、青葉は近くなったんで、毎週金曜日たまに行くんですけど、絶対いて一人でいるんですよね。ノート持って行くんですけど、めちゃくちゃ勉強になるんですよね。叩き上げで露天商からスタートして数千億の会社になってる事例ってあんまり日本でもないなっていうところで、そうね、ブックスマートって言われる勉強の人と、ストリートスマートって言われる叩き上げの人の、ストリートスマートのトップだよね。そうですね、実地で全て学んだって感じで、それってそもそも再現性あるのかどうかっていうところと、今の時代で DMM のような会社が作れるのかどうかっていうところ、それは分かんない。分かんないけど、亀山さんレベルに大きくなる経営者とか起業家ってシンプルじゃない。言うことそんな難しくなくない？そこら辺のコンサルとか、大学生起業家ですみたいな人がずっと喋って Web3 とはとか NFT とはとか言ってること一言で、でもこういうことでしょって言わない？やっぱシンプルに考える力が強いっていうふうには思うよ。あとプライドが全然ないんだなって。そうだね、本当のところは分かんないけど、そう心がけてるのかもしれないから、実際のところは分かんないけど、亀山さんほどプライド的なものを匂わせない人も珍しいよね。すごいよね。しかもこんなとこまで見てるんだっていう、例えば僕とか僕の友達のツイッターの一つの発言とか、ノートの一つの表現とかも見てて、こうだったねみたいな。それは本当にそうで、亀山さんは僕そこまで知らないからあれなんだけど、秋元康さんとか、賢者さんもそうだし、西野さんとか、全員そうだね。全然比べるのはあれだけど、俺もそうだね。マジで全員のやつ見てる。全員のやつ見てる。驚かれる。これ言ったら怒られるんだけど、幻冬舎の YouTube チャンネルとかあるの。ぶっちゃけ86再生とか、俺死ぬほど見てる。異常な1再生。俺めっちゃ見てる。なんで見るんですか？やっぱさ、結局好奇心だよね。全ての種は現場に落ちてんのよ。現場って本当の現場もそうだけど、本当の現場の方が匂いとか空気とか感じられるけど、 SNS も現場なのよ。それは全部見るよ。俺全部見てる。全部見てるんです。驚くほどしゅんくんの発信だろうが全部見てる。それ結構共通点かもしれないですね、その経営者とか。めちゃめちゃ驚くほど見てるね。健丈さんとかこの前言われたんだけど、俺が YouTube でわーって言ったりなんかしてて、俺が、あ、多分見てないと思うんですけど、こういう話をしてみたいな、俺全部見てる。いやー怖い。そういうもんなんだ。でもそうですね、それはね、確実。要はどこかに発想の種が落ちてんの。それってカンファレンスとか本とかじゃなくて、人のリアルなつぶやきとかリアルな態度とかに発想の種が落ちてる。それを見逃すわけにはいかないっていうのがあるかも。あと最初の亀山さん関連で言うと、最初会った時怖い人かなと思ったんですけど、怖くないなってめっちゃ思ってて。でも分かんないよ、あと一瞬、もう一瞬目は怖いかも。もう一皮向けたらみたいな。本当の DMM の会長としてはね、今ちょうどいい距離感なんじゃない。店長さんはずっと変わんない、ずっと怖いと思う。怖いっていうか、怖くはないんだけど、変わんないな。でも起業家って変わる。変わるっていうのも、要はビジネスの利害がなかったらいい人ですよ、普通に。でもやっぱり当たり前だけど、真剣だから、それこそ買収したりなんかしたら変わると思うよ。詳しいことは分かんないけど、片桐さんが社長になって、やっぱわーってなってうまくいかなかったのも、そんな甘い話じゃなかったんだと思う。亀山さんが受け入れたくても、で片桐さんがどんな優秀でも、なんかいろいろあったと。やっぱそこは花畑ではない、シビアさはあるとは思うけど、じゃないかったらあそこまで大きくならない。そうですね、立場が違ったりとか、利害関係によって変わりますもんね。だから亀山さんなんてほとんど年に1回2回会うぐらいだけど、僕とか全く利害関係ないから優しいよね。ミラーさんと利害関係ある人ってほんと少ないというか、ほぼいないんですよ。利害関係絶対持たないようにしてるからね。唯一本ぐらいで、利害関係とも言わなきゃ本を作るぐらいで、一緒にビジネスとかはしないようにして。亀山さんはいくつか面白いエピソードがあるけど、それこそ健丈さんと会食する時になって、健丈さんにとって会食ってめちゃめちゃ重大なのよ。政治家における外交みたいな。だからどの店に行くかとか、どういう席にするかとか、誰が来るのかとか、めちゃめちゃ重要なの。だから20分前に来いとか、
そういう人なんです。だからそれは芸能とか出版とかテレビとかそういう考え方が多いんだけど、はい、IT とかってあんまないじゃん、うん、むしろそういうのをやめようよっていうノリが IT にあったりする。藤田さんとか熊谷さんとか近所さんと向き合う時には違うけど、うん、ザ IT の場合はそういうことやないでみんな誰でも来ていいよっていうオープンにしようとする空気感、亀山さんそっち側じゃん、どっちかっつったら、はい、もういいよって、もうみんなで飲もうよみたいな、うん、そこら辺の人もみんな来てみたいなその2人が会食するってなった時に、はい、コルクの佐渡島さんが店取ったの。佐渡島さんすごい大きな企業家、はい、亀山さん健常さん俺だった。銀座のある店でご飯食べるって時に佐渡島さんがその店の青山店かなんかのリンクを亀山さんに送ってた。亀山来ないなってなって、佐渡島さんがごめんなさい僕間違ってましたってなって、亀山さん全くしょうがないじゃん。健常さんって遅刻めちゃめちゃ怒る人だけど、はい、そんなのしょうがないじゃん。しょうがないねって言ってご飯食べてたんだけど、亀山さんがチャリで来たののんびりのんびりか分かんない、亀山さん急いでるかもしれない普通だったらタクシーで来るじゃん。亀山さんチャリで来て、え、自転車で向かってんのか。健二さんびっくりしてそうっぽいですみたいになって、亀山さん自転車でついてうーみたいな感じで、健二さんの席を一瞬見てトイレに、まあトイレ行きたいのは仕方ないと思うけど、健二さんとしてはびっくりなの。やっぱ健二さんはどっちかっていうとみたいな、はい、電通とか、はい、東映とか、はい、東宝とか、はい、フジテレビみたいな、わーみたいな人と付き合ってるからザ IT のラフに行こうよみたいな、あんな大会社の社長なのにそんな感じなのは健二さん対してっていうのいないから、なんだよあいつはみたいな。そうか、健常さんの方が年上、一回り年上でびっくりしてた。健常さんってさ、結局才能が大好きだから、こいつは本当面白い人だってなってたけど、だからそんぐらい亀山さんって強いよね。自分持ってるってことですね。それはチャリで来て雰囲気悪くなったりはしなかったってことですよね、トイレ行った後に。健常さんのいつものスタイルだと怒るんだよね。でも本物の才能に気づくんだよ健常さんって、うん、ちょっと調子乗った起業家とか、うん、クリエイターめちゃめちゃ怒鳴ったりするんだけど、なんかこいつ物が違うって時にいいねそこがってなるの。だから亀山さんは当たり前だけど、そんな健常さんがわって言うような立場でもないけど、もう物が違う、違う世界の住人だなって思ったと思う。もう怒るとかいう気にならないっていう、ね、ならないよね。やっぱりチャリで来てるからしかもさ、亀山さん舐めてるとかじゃないじゃん。そうですね、常にそうじゃん。え、ダメでしたみたいな感じじゃん。いや、チャリの方がタクシー混むから。やっぱ物を大きくする人は独自な人だなっていう、亀山さんに学ぶよね。川上さんとか僕全く会ったことないけど、はい、川上さんも独特じゃん。藤田さんも独特だし、本当自分の城を作る人は自分を持ってるなっていうのを思うよ、うん。で俺亀山さんに本作りましょうって言ってんのに、あの人なんか目立つの嫌がって、ピンクオーシャン戦略みたいなのやりたいなと思って。でもね、ピンクオーシャン戦略は多分5年前に出すべき本で、今はちょっともう DMM のエロっぽいのから抜けてレベル高いとこ行ってるから、また違うタイトルになるかなと思うけど、亀山さんは1冊ぐらい出した方がいいよね。みんな気になると思うよ。今 Spotify でやってて、それはめっちゃ勉強になるなっていう、うん、本質だなっていう。そう、本質トークできるよね。やっぱ経営者本質だよね。川上さんも三田さんも亀山さんも、なんか話聞いてて面白いよ、ね、本当に面白いなっていうところで、すごいエピソード面白かったですということで、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。ありがとうございました、ご視聴いただきありがとうございます。美濃浩介がやってる美濃編集室というオンラインサロンがあります。 YouTube で話しているようなことをもっと深く書いて投稿していたりしています。他にもいろんなプロジェクトがあって、実際に雑誌を作ったり、なんかサウナイベントを企画したりっていうのをみんなでやっていきます。実践の場所となっていますので、興味ある人は入ってください。よろしくお願いします。